まで。大事そうな相手じゃありませんか。これで休んでいる暇はない。ママ、パパ、あ、どこにいるの。キノコを見つけて屋敷を訪ねていただければ。さあ帰ろう。
今もみんな戦ってるのに僕たちだけ逃げるなんて。世間知らず、いいからさっさと荷造りでもしろ。戦争が終わるまでしばらくの間ラー帝国に避難するぞ。そんなわけには。僕はあいつらと戦います。まだまだ青いな。お前は何も分かってない。何の騒ぎですか。こっち、父がインベーダーをかくまっていたんだ。もう時代は変わったんだぞ。それすらわからないのか。もう時代は変わったんだぞ。それすらわからないのか。父が裏切るなんて信じられません。でも知らないままでいるよりは辛くても本当のことを知ることができてよかったです。キス様にはお世話になりました。このご恩はいつかお返しいたします。残念。もうちょっと楽しませてほしかったですね。